10月山の木々は美しく色づき、実り豊かな秋の気配が深まっている。ジークバル海戦に勝利した連邦軍は当初の想定通り帝都を目指し進軍を続けた。しかし国境付近の山岳地帯で思わぬ悪天候が続き、前線への補給は停滞。激戦を続けてきたレンジャー部隊には補給到着まで待機せよとの命令が下った。一方、反攻も予想された帝国軍だが、未だ目立った動きはない。残存戦力を帝都に集め、守りを固めているのだろうか。ともかく、今は楽しもう。降って湧いた、ひとときの余暇を。ことじゃないか。不死身のラズ様はいつでもマシンガンを。そうは言ってねえだろ。帝都を目の前に進撃の勢いをそが。お前だってそうだろ、クロード。あと二月って足止めは南西部の山岳地帯の悪天候の影響だ。本国からの補給ルートが確保できれば、あとは。そりゃまあそうな。その南西部の悪天候。ラズ、風のお告げは万能じゃない。ただどうしたの、クロード。いや、この時期の山岳地帯に雨雲が停滞するの。例年なら山が好天続きになるのはもう少し遅い時期からなんだ。ほーん、雨が続くのがこっちじゃなくてよかったわよね。ともかくだ、俺たちに必要なの。足止め食った上、日に日に配給は減って、これじゃミイラになっちまうぜ。ミイラね。今朝お前は食いきれねえみたいだから。かわそれはゆっくりとパンを味わっ。あ、見て見え、うん、あの町がアインヘムとか。良さそうな街だ。ラズ、念願の補給ができるぞ。よっしゃ、肉さ。ただし自腹だ。占領したばかりの敵国領だ。風紀。本当にちっこい。ほとんど無傷のまま連邦が占拠したからね。街の機能はそっくりそのまま。しかし自腹で補給な。ジャーキーもアルコールも嗜好品扱いだ。あ、当然甘いものも。ラズ、今朝のベーコン倍にして返してもらうぞ。それができないのなら、これから毎食お前のパンを一つもらい受ける。わかったよ、有金全部使って。おい、マイルズ。ああ、僕は予定があるんです。他の部隊のやつから聞いたんですけど。悔しいですけど帝国。バカ野郎、お前はこっちだ。え、俺たちと来いっつってんだよ。え、あのちょ、あいつらは私が監督する。帰ってば、そんなにお腹す。
待ちなさいラグナ。ずっと車上だったから少し散。それを言うならうわ。そうだね。じゃ行くってどこに？ラグナの後を追いかけるんだ。町の人たちが驚くと困るから。そうよね。飼い主の責任があるものね。バカにしないで。一人で降りられるわ。ごめん。早く来なさいよ。まさかラズに気を利かせるなんて。こルシ、お前だってあの二人はもうちょっと腹は。そうだな。過去を水に流せと。いつまでもギクシャクしたままじゃ付き合う子。しかし気を回しすぎるのはかえってよくない。まあ今回に限っちゃあい。クソ、お前も大概鈍いな。つまり俺と。何何何の話です？何でもねえよ。おいラズ、どこへ行く？肉屋さん通り過ぎてますよ。あ、品切れだ。連邦に売る肉はねえってことか。俺、すみませんすみません、空腹で。落ち着けラズ、店先を見た。いや、干し肉一つ残ってねえわけねえ。ちょっと僕そのあたりで。お、わかりましたよラズさん。買い占めだと？ど、我々いい正体より先行してこの町に入っ。仕方がないなラズ。べ、ふかふかの白パン、焼きたてなら最高なんだけどな。子供たちに懐いちゃって。ああ、よほどの素質がなきゃ。ねえ、ちょっと待って。特別。あれ、言ってなかったっけ？ラグナはペットじゃなく。嘘。カレンの見立てじゃ、もともとは北方で訓練を受けた山岳救助犬だ。出会った頃は E 小隊の宿営地をうろうろ。でも気づけば戦地で救護活動を手伝っていて。怪我はないみたい。泣かないのよ。すみません、うちの娘が。いえ、失礼なんて。ほら、兵隊さんたちに早く謝りなさい。でもママ、連邦の人とおしゃべり。いえ。あ、行こう、レイリー。私たちこの町平和的に占拠したって言っても、連邦が理屈では分かっ。ほらラグナ。あら、ちょっと待って。ねえクロード。
この店、マイルズが言ってたパーツ屋か。これ全部て…ラッシャー。おっと、いやさすが、実にお目が高いですね。この精度のものはなかなか流れてこない。ここより西じゃまず手に入り…でもどうやって帝国製の部品を？もしかして。お察しの通り、横流し品です。撤退の時相当慌ててたんでしょうな。町のあちこちに。いくら積み残しでも勝手に売り物にしちゃって大丈夫なのかしら。何、帝国のでっかい砂糖壺の中から一粒二粒。なるほど、なら僕たちもおこぼれに預かろう。後でこういうのに詳しい隊員を。ええ、ぜひとも頼む。それじゃ。ああ、ちょっと。お二人さんたちの隊は。ええ、多分。おそらく、そういうことになると思うけど。吹雪の魔女には気をつけてくださいよ。冬になると、北じゃ武器も馬も、何もかも。まるで、魔女に魂を抜かれちまったみたいにね。なんだ、ただの吹雪のことじゃない。大丈夫よ、冬が来るまでに戦争は終わるし。バカ言っちゃいけない。魔女に会うなら敵の。寒さに慣れた帝国の兵士がそういうくらい、とんでもない吹雪なんだよ。覚えておくよ。忠告ありがとう。いやー、何、私はね、お二人が気に入ったんですよ。こんな時でも普通のカップルでいられるお二人がね。ちょっと私たち付き合ってるわけじゃ。まあそう照れなさんな。軍規違反ってわけでもないでしょ。命ってやつは軽々しく捨てていいもんじゃない。その上、死んだ命は生き残った命。お二人は生きて帰らなきゃいけませんよ。だから私たちは。こはいはい、そう。いまったく、このそれじゃあお幸せ。許せない。買い占め犯ども、生きて帰れると思うなよ。カイさん、いました、買い占め犯です。あいつら F 正体か。俺の肉パンを返せ。何しやがる。俺たちは味方だぞ。大変だ。みんな死守だ。ミネルヴァ隊長のベーコンだけは敵に渡すな。バカ者が、そんな雑な積み方をして焼きたてのパンが潰れるだろう。ほらほら、このハムもジャーキーも俺様に返してやがれ。やめー。この山と積まれた物資、クリステル、お前が手配したのか。そうであります。ミネルヴァ、これは一体どういうことだ。我が隊がこの町で確保した物資をお前の部下が略奪しようとしたのだ。
先回りして買い占めたてめえらが悪いんだろうが。全て私のポケットマネーを使い正当な手続きで購入した。何が悪い。金に物を言わせて町の食料を買い漁るか。さすが騎士道精神の持ち主はやることが違うな。そうね、反連邦感情をかきたてる可能性もあるわ。待て、なるほど、確かに騎士には慈悲の心も必要だ。哀れな異正体にチャンスをやろう。我らは誇り高き連邦兵模擬。万が一お前たちが勝てば食料を分けてやる。あっ、異正体ごときに情けをかける。何としてでもパンだけは奪還する。黒、仕方がない、やるからには勝つぞ。おや、食い物の恨みの。